清武宏次は、大分県大分市出身のプロサッカー選手。J リーグセレッソ、大阪所属。キャプテン。ポジションは、ミッドフィールダー、フォワード、元日本代表。プロサッカー選手で、FC 琉球に所属する清武子明は実定。大分トリニータ三兄弟の次男として生まれる。小学生時代は、父親が監督を務める大分市立。 明治北小学校サッカークラブでプレーし、大分トリニータの U-15、U-18 チームを経て、トップチームに昇格。2008年にトップチームに昇格。1年目からスーパーサブとして出場機会を得て、第20節清水エスパルス戦では、1から2の状況から同点ゴールを決め、これが自身のプロ初得点となった。2009年は、 主力選手の怪我人続質もあって、レギュラーに定着。チームが低迷する中、二十三試合に出場して三得点を挙げた。セレッソ大阪に0 1 0年、大分の J に降格、財政難に伴い高橋大輔、上本大会とともに、セレッソ大阪に完全一席。シーズン序盤は相次ぐ、怪我のため出場機会は少なかったが、W 杯中段明けからは、課長、 秋広、犬井隆と共にサンシャドウを形成し、ドイツに移籍した香川真司の穴を埋める存在として、レギュラーに定着した。2012年、香川真司の移籍後決番となっていた市大阪のエースナンバー背番号8を継承。5月16日、7月1日付で、ドイツブンデスリーガの1、FC ニュルンベルクへの完全移籍が発表された。 ニュルンベルクニュルンベルクでは開幕戦からスタメンに抜擢されると9月15日のボルシアメンヒエングラートバッハ戦では1得点を挙げた他にアシストの成績を残したこの得点はニュルンベルク遺跡後初の得点であったシーズン通してレギュラーとして起用されリーグ4位となる10アシストを記録した2013から14シーズンもニュルンベルクのレギュラーとしてプレーしたがチームは 開幕から不審が続き二部降格となってしまった。三得点7アシストで終えた。ハノーオファー2014年7月25日、ハノーファー96への完全移籍が発表された。2014年10月25日、リーグ戦、第9節のボルシアドルトムント戦で、移籍後初得点となる直接 FK を決め、ブンデスリーガ公式のマムに選出された。 2015年3月7日には、競合バイエルンミュンヘンを相手に先制点を決め、累計4ゴール目となった。5月23日、チームの一部残留をかけた、最終節 SC、フライブルク戦では、先制点を決め、チームの一部残留を勝ち取った。2015から16シーズンから、ハノーハーの背番号10を身につけることを発表された。6月11日、 日本代表合宿にて、右足中足骨を骨折していたことが発表され、長期離脱。9月12日、第4節のボルシアドルトムント戦で怪我から復帰し、復帰後は3得点4のアシストと校長をキープしていたが、11月の代表戦で、再び負傷してしまった。2016年2月20日、第22節 FC、アウクスブルク戦で復帰を果たしたが、 チームの調子は上がらず、第31節のインゴルシュタット戦で引き分け、チームの二部降格が決定した。ホーム最終節となったホッフェンハイム戦では決勝ゴールを決め、チームの勝利に貢献。5得点6アシストを記録。セビージャハノーファーが降格したことにより、清たに複数のクラブから関心が寄せられたが、移籍金が800万ユーロと設定されていたため、 移籍が困難とされた。しかし、ハノーファーが2億円の減額に応じたため、2016年6月10日に、リーガエスパニョーラのセビージャ FC への完全移籍が発表された。背番号は14。2016年8月9日、デビュー戦となった UEFA スーパーカップのレアルマドリード戦では、先発出場し、 延長戦の末120分間フル出場するモニから3で敗れた。8月20日、リーガーエスパニョーラ開幕戦の RCD エスパニョール戦では4から1から3から2の右サイドハーフで先発し、1得点1アシストの活躍でデビュー戦を飾った。11月2日、UEFA チャンピオンズリーグ第4節のディナモダグレブ戦で後半に元祖と変わって、 CL 初出場を果たした。しかしシーズン通して出場することはできず、さらに、アルゼンチン人のワルテルモントーヤの加入が濃厚となり、EU 圏外選手額の3名から押し出されてしまった。セレッソ大阪復帰2017年1月28日、マルカは、清武の遺跡先として、フルスのセレッソ大阪の他に FC 東京、ビッセル神戸、 サガン・トスの名前が挙がっていると報じ、2月1日に C 大阪が完全遺跡での獲得を発表した。第3節北海道コンサドーレ札幌戦で初先発。第9節の川崎フロンターレ戦では遺跡後初得点を決めた。その後3年間に渡り怪我に悩まされた。ロシアワールドカップ落選後、仕切り直しと考えていた初戦で肉離れを起こし、引退を考えた。 小さい頃から、怪我する選手は計算できないし、使いづらいと言われており、本当に、そのような選手になってしまったと話している。しかし、父親や内田篤人の言葉を受けて、現役続行を決めた。2020年、怪我なくシーズンを戦い終えた。第12節ホームベーガルタ仙台戦では、意表をつくノールックシュートでゴールを決めた。他にも、9月、 11月の月間ベストゴールに選出されるなど鮮烈なゴールを決めた。攻撃の組み立てやスルーパスで相手のファウルを誘うなど司令塔としても活躍した。キャリアハイの8ゴールを記録し、8ゴール8アシストの成績で終えた。12月31日、2023年シーズンまでの複数年契約が発表された。2011年8月10日に札幌ドームで、 行われた韓国戦で前半36分に岡崎真嗣に代わり A 代表デビューを果たしにアシストを上げ日本代表の勝利に貢献した。9月2日の W 杯3次予選の北朝鮮戦では吉田麻也の決勝点をアシストした。また u 2二日本代表として出場したロンドンオリンピックアジア地区最終予選では9月21日の 対マレーシア戦で全得点に絡み、日本代表のオリンピック出場獲得に貢献した。この年、J リーグベストイレブンにも選出された。2012年8月に開催されたロンドンオリンピックでは、グループリーグ第2戦もッコ戦で、長井健介の決勝点をアシストした。すべての試合に出場するも、チームは4位に終わり、メダルには届かなかった。 2012年11月14日、2014FIFA、ワールドカップアジア4次予選、オマーン戦で代表初得点を決めた。2014年5月12日に W 杯、ブラジル大会の日本代表メンバーに選出された。出場機会は、第3戦コロンビア戦のみで、後半終了間際の8分のみであった。12月、AFC アジアカップ2015に臨む日本代表に、 ワールドカップ以来の復帰。大会を通して先発出場することはなく、チームは準々決勝で敗れた。その他の公式戦その他の国際公式戦2003年から解説している、早稲田大学人間科学部 e スクールの2008年度募集分にて、同学部健康福祉科学科に、スポーツ分野特別推薦枠で出願し、合格している。ありがとうございます。